ローラントコッホローラントコッホはドイツの政治家、実業家。所属政党はドイツキリスト教民主同盟。1999年から2010年までヘッセン州首相を務めた。ヘッセン州フランクフルトアムマイム生まれ。父カールハインツコッホはセディの政治家だった。1977年にアビトゥーは合格。兵役の後、フランクフルト大学で法学を専攻。 在学中にセディに入党。在学中の1979年にマインタウンス軍議会議員に初当選。1982年に司法修習試験に合格し大学を卒業。1983年から87年までセディの株青年団組織ユンゲユニオンの連邦副代表を務める。党幹部に対しても遠慮のない発言をして注目を集める。 1985年に国家司法試験合格。同年弁護士免許を取得。エッシュボルンで弁護士事務所を開業。1989年97年、軍議会でセリの議会院内総務。1987年にヘッセン州議会議員に初当選。1993年までエッシュボルン資産次会員を兼任。1991年、 衆議会の党員内副総務、1993年から党員内総務、1998年、セティの州代表に就任。連邦政府でセティが野党に転落して逆風が吹いていた最中の翌1999年2月、セティの州首相候補として、衆議会選挙を戦う。この選挙期間中、ドイツ社会民主党と同盟90、 緑の党連立の連邦政府が進めている国籍法改正に反対する署名運動を展開、外国人敵視を煽るものだと批判された。しかし、衆議会選挙はセディの勝利に終わり、コッホは現職の州首相、ハンス・アイヒエルを引きずり下ろして、修正を8年ぶりにスピードから奪還、4月7日にヘッセン州首相に就任した。州首相就任早々、 連邦セディのみならず、ヘッセン州のセディにも不正献金疑惑が持ち上がる。コッホは関与を否定しつつも解明を約束したが、疑惑は消えなかった。野党に辞任を要求されたが、名優のフランツ・ヨーゼフ・ユングが身代わりに、州大臣を辞任する格好で切り抜けた。野党はまた1999年の衆議会選挙でのコッホの資金に不明朗を指摘して、選挙の無効を訴えたが、 選挙管理委員会に却下された。ホッホは、セディの着流として、連邦首相の座も狙える位置にいたが、これらの疑惑によってその威信は後退した。2002年の連邦議会選挙では、セディ党首アンゲラ・メルケルの実力が、なおも疑問視されていたため、連邦首相候補選出が難航して、ホッホの名が取り沙汰されることもあったが、結局経験豊富なバイエルン州首相のエドムント、 シュトイバーが連邦首相候補に立てられた。コッホは1998年の州首相就任と同時にドイツ最大のフライクフルト空港を経営するフラポート株式会社の監査役に就任したが空港の拡張工事が進む中州首相と監査役の兼任が批判され2003年に退任した。疑惑の多いコッホ州首相だが 景気テコ入れのため大企業を優遇した税制や積極的な景気回復策が経済界に評価され2003年の衆議会選挙では連立与党の自由民主党抜きで過半数の絶対多数議席を獲得する大勝利を収め二期目を迎えた。ホッホは新自由主義的な政策をさらに推進し補助金削減や弾力性のある組織改革などの改革案を 提示した。2003年にはそれまで無料だったヘッセン州の大学に授業料制度を導入する法案を成立させ学生の大規模な抗議行動を招いた。この法案にはヘッセン州憲法に抵触すると訴えた裁判や7万8000人の署名を集めた反対運動が2008年まで続いた。2004年にはギーセン大学とマールブルク大学の医学部を統一して 有限会社化し、その経営権を民間企業に売却する法案を成立させている。2006年には連邦政府が決めている原子力発電所全廃計画に公然と反対意見を述べた。候補は参戦を目指して、ヘッセン州議会選挙に臨んだが、折しも発生した外国人少年による障害事件を利用し、外国人犯罪対策の強化を訴えた。 事前に不利が予想されていた、ッホのこうした選挙戦は外国人敵主を煽るポピュリズムとセディ党内からさえも批判された。2008年1月に行われた投票では、セディはスピードに得票率でわずか0.1%差まで迫られた上、これまで議席のなかった左翼党が躍進するという結果に終わり、FDP との連立のみでは、 議会過半数を得ることが不可能になった。スピード側の連立政権受立構想が不調に終わったため、4月から国ホは暫定的に首相に留任することになった。2009年1月に行われた衆議会のやり直し選挙では、セディがゾ増、連立相手の FDP が大幅に議席を増やしたのに対して、党内の混乱をさらけ出したスピードが大幅に議席を減らし、 コッホの参戦が正式に決まった。健康状態の優れない連邦財務省、ボォルフガング・ショイブレの公認に議されることもあったが、2010年5月の記者会見で財政再建のため教育費や社会保障費を削減すべきと主張し、メルケル首相をはじめとする党内からも批判を受けた。その直後の5月末、突如年末での政界引退を発表した。 同年8月31日に、州首相を辞職、同時に、ヘッセン州州議会議員を辞職した。退任に再資せり、ヘッセン州支部名誉代表に選出された。ホッホは、政界引退の理由として、経済界への転身希望を上げており、2011年3月、建設会社ビルフィンガー、ベルガーの経営取締役会員に就任。同年7月には、 代表取締役に就任した。この会社は、フランクフルト空港に通じる鉄道の建設を受け負っている。また2011年1月には、UBS ドイツ法人の代表監査役に就任した。夫人との間に次男。宗派はカトリック。父カールハインツもセディの政治家で、ヘッセン州議会議員やヘッセン州法務大臣を歴任した。2007年、 ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字星大受章。ダライラマ14世への肩入れはドイツの政治家の中で突出しており、彼がドイツに来た時は必ず会見し、2007年9月のメルケル連邦首相とダライラマの会見の際も同席した。2011年にドイツ連邦共和国功労勲章大十字章を受賞。 ヘッセン州の大学授業料無料化は1949年、当時に法学の学生だったコフホの父カール・ハインツらの裁判所への提訴で実現したもの。それ以前は有料だった。カール・ハインツは州憲法第59条を授業料徴収禁止の根拠としたが憲法は改正されていないのでコフホの授業料導入法案は同じ条項を根拠に 違憲判決を受ける可能性があった結局2008年に下された判決では、裁判官による評決は6対5となり、合憲とされた。しかし当時、国保内閣は、議会少数与党の政権であったため、授業料制度法は2008年7月に、スピード、同盟90、緑の党、左翼党の賛成により廃止された。ありがとうございます。